プロティノス、プロティノス、プラタイネス。205年 ?270 年は、ネオプラトニズム、シンプラトン主義の創始者と言われる哲学者である。日本語では、プロティノスとも表記される。主張は、エンデアです。エジプト出身。28歳の時に、哲学への愛に燃え立った、プロティノス伝よりプロティノスは、アレクサンドリアのアンモニオスサッカスのもとで11年間、学んだ。 三十九歳の時、哲学をさらに学ぶために、ローマ皇帝、ゴルディアヌス三世が試みたペルシア遠征の軍隊に身を投じる。だが、二百四十四年にゴルディアヌス三世が死んだため、プロティノスはアンティオキアまで命からがら逃亡した。四十歳で、ローマに移住し、哲学塾らしきものを開くが、下のアンモニオスの教説には長らく触れなかった。 26年間に及ぶローマ生活の中では、ローマ皇帝がリエヌスとその日に尊敬されるという、特的地位のもと、カンパニアに、プラトンの国政を実現するとし、プラトノポリス建設を計画したが、皇帝側近者の反対に相頓座する。晩年は流行病にかかり、そのためローマを離れて、カンパニアに居住した。最後はデシュゲアリーシャであるエウストギオスに見取られる。臨重の言葉は、 我々のうちなる心的なものを、万有のうちの心的なものへ返すように、今私は努めているのだとされる。プロティノスは、プラトン、紀元前427年、紀元前347年、より500年以上も後の生まれであり、当時は、様々な神秘主義思想が唱えられていた時代である。プロティノスの思想は、ヌメニオスの表説であるという権威をかけられたが、これは、 プロティノスの弟子アメリオスにより論爆されている。ただしネオプラトニズムの創始者とは言っても、プロティノス自身には独自な説を唱えたという意識はなく、プラトンの正しい解釈と考えていた。プロティノスの思想は、プラトンのイデア論を受け継ぎながら、その二元論を克服しようとしたものである。プラトンのパルメニデスに解かれた、一なるもの、と変通変を重視し、語り得ないものとして、 これを神と同一視した。万物、霊魂、物質は無限の存在、善のイデアである、一者、と変から流出した、ヌース、理性の働きによるものある、流出説。一者は有限の存在である万物とは別の存在で、一者自身は流出によって何ら変化、増減することはない。あたかも太陽自身は変化せず、太陽から出た光が周囲を照らすようなものである。 光から遠ざかれば、次第に暗くなるように、霊魂、物質にも、高い低いの差がある。また、人間は、一社への愛、エロースによって、一社に回帰することができる。一社と合一し、防芽の状態に達することを、エクスタシスという。エネアデスバイの第十一節ただし、エクスタシスに至るのは、ごく稀に、少数の人間ができることである。プロティノス自身は、 生涯に4度ばかり体験したという。また皇帝ポルフュディオスは、プロティノスの一生と彼の著作の順序について、プロティノス伝と称されるの中で、自らは一度体験したと書き残している。彼によれば、ある物体は、ある時は美しく、ある時は美しくないのだから、物体であることと美しくあることとは別のことである。このような美の原因としては、金星。 シモトリアが挙げられることがあるが、しかし、これが美の原理であるならば、美は合成体にのみ損し、単純な美は存在しないが、光線、あるいは単音のように単純で美しいものがあり、また、節制は愚行であるという命題と、正義は勝者であるという命題とは、金星は取れていながらこの倫理観は美しくない。従って金星は美の原理ではない。 美が感知されるのは何か精神を引きつけるものが損するからで、すなわち精神と同質のロゴスが損しなければ、ものは美しくない。したがって美の根源は、ロゴスの明るさの中心として、光に比喩される神であり、超越美通ハイパーカロンである一者としての神を、頂点として、以下、ヌース、所得のイデア、所存在者の行走、質量、という美の序列が成立する。 この構想はプラトン的であり、その証明法はプラトンのようにミュートスによらず美的経験の分析による。この考えによれば芸術美を自然美と原理的に区別し得ないが、芸術は自然的事物を模倣してはならず、自然美を成立させる原理を模倣しなければならない。すなわち芸術家にとっては精神の直感力によって、 ロゴスとしてのイデアの全体像を把握するのが先決問題である。プロティノスの宗教的美観は、何時自らの魂の内を見よ。自らが美しくなければ、自らの行いを清め、自己の内に美が見えるまで努力せよ。神すなわち美を見たいと欲する者は自らを神に似た、美しいものにしなければならないという言葉に表されている。神秘主義的な思想は、 初期キリスト教のアウグスティヌスらにも影響を及ぼし、キリスト教神学に取り入れられたとされる。プロティノスの著作自体は、中世の西ヨーロッパには伝わっておらず、ルネサンス期の人文主義者、フィチーノがラテン語に翻訳したことで再発見された1492年に、刊行。フィチーノを中心とするイタリアルネサンスの異教的な思想を育み、また、 後世の神秘思想にも影響を与えた。また、プロティノスと同時代のグノーシス主義にも影響を及ぼしたが、プロティノス自身は神が人間の方へ降りてくることはないとして、グノーシス主義を含むキリスト教を批判していたと。エンネアです。エネズは、一なるもの、善なるもの、魂の不死について、などプロティノスの意向を皇帝ポルフィリオスがまとめたものである。 54の論文が6巻に、それぞれ9論文収められている。6は、完全数であり、ポルフュリオスによると、9は、進学の頂点を首を示す、プロティノス伝。エンネア、エンネアはギリシア語で9を、エンネアス、アニアスは、九つで一組のものを意味する。エンネアデスはその複数形である。日本語では、エネアデスとも表記される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。